やんのか、やんのかお前なあ、正面勝負だよ。すいません。バイオハザードレオンの隣にいる女の子、なぜか大体美人、どうもさとみです。さあ今回も前回の続きからやっていきます。誰、マジでガチだる、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 2体ちょっとだるいね。いや、倒す必要ない、ぶっちゃけ。こんなん、あの、倒すだけ無駄、時間の無駄。ゴー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 。なんかある。え、奥様の口紅を見つけたものは浴室に戻しておくこと、非常に高級な特注品です。売っちゃおうかな。もうすでに前回1個あるからね、俺勝手にグラスを売りました。私は僕の1万2000円の中の3000円ぐらい、それです。何これ。え、術後1日目処置が終わってから3人とも死んだように動かない。少女となる娘の口から1匹のハムシが出る。ウジのように見える。早いか。2日目3人の体に無数の虫が湧いている。体の核が虫に食われているように見える。窓を開けると虫がポロポロと床に落ちる。どうやら冷気に当たると硬直する性質らしい。慌てて窓を閉じる。術後4日目、ほぼ全身を虫に食い尽くされた。人型の黒い塊がうごめいている。昼過ぎ、娘たちの体の部位元に虫のような変色してくる。虫の顔は白く、唇の色は赤くといった具合。6日目、虫の塊が娘たちの姿に戻る。もう人間にしか見えない。3人が起き上がり、私を見つめる。うつろな視線だが、親子の情報を感じる。名前はもう決めてある。ベイラ、ダニエラ、そしてカサンドラ。ポケモン間違えました。ポケモンはサザンドラ。人体実験の慣れの果てだったんだね、さっきの黒いのは。なんかある。おお、喧嘩のなんとかなんとかなんとか、ちょっと読めなかったな。あら、いい景色。いや、このグリーンビューいいよな、俺最近思うんだよな。窓からさ、一面にこうグリーン見えるのめっちゃいいなと思って。超いいよね。なんかあるんじゃない、下に。いけるぞこれ。なんかあるぜ。何の絵それ。勇者と僧侶、何、君、君何、君の職業教えてほしいわ。劇場すごくないこの家。コンサートホール的な。はあ、これバイオあるあるじゃん。ピアノ弾けって言われるやつじゃんこれ。体長5から6センチ。タイコンゾンは大黒バイに似るが、顎が異常発達。肉食性で性質は極めてどうも。カヌンが宿主の人体に産卵することで発生する卵管が退化しており、虫自体に生殖能力はない。中央フェロンで軍隊を形成し、人間に擬態、獲物を油断させ接近、捕食する。特徴として急激な気温変化に弱い。摂氏10度以下の外気に触れると全身の筋肉が硬直し、生命活動を停止する。クマムシや眠りゆすりかに見られるクリプトビオシスと似た状態か。クリプトビオシスね、あれね。わかるわ、わかりやすいよな。クリプトビオシスって言われたらちょっとさすがにわかるわな。聞いていい？だるい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 。読めない読めない読めない。これ鍵盤読めない人どうするこれ。ちょっと適当にやっていい？ドレミファソラシドじゃん。鍵盤系ならマジでやめてほしいんだけど。こっちのドね、ここね。優しいな。あ、間違えた。バカ優しいんだけど、何これ。連打ゲーやん。いや、連打ゲーじゃないんだろう。バカ課金こんな方法で出すやつおるか、お前。こんなクソみたいな仕掛けで鍵渡すやつおるか、本当に。鉄格子の鍵ってどこだ。ああ、この上か。あったね、この。ようやく会えて嬉しいわ。あー、道覚えてねー、道覚えてねーけど、どうせそっから来る。え、あ、来た来た来た。タイラント的な感じなのかな、あいつ。ずっと追ってくる感じの。でもさ、そう来たらさ、こっちから出りゃいいだけじゃない、ぶっちゃけ。なんや、あいつほんまに。足はそんなに速くないからさ。あいついいな。なんか飛んでくるやつよりもだいぶ楽だぞ、ほんとに。え？え？待て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 。開かない。待て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 。それは聞いてない。え、どういうこと？え、こうじゃないの。割れそうにない。なんだって。ちょっと、マジマジマジ。見えない見えない見えない。どうすればいいんだこれ。なんかある。あ、開くのか。開けるのか、なるほどね。意地悪なのね。エッチやね。声がエッチやね、本当に。来い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 。カモン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 。あの。え、ちゃんと冷気当たんないとこにいる、あの感じ。え、来ないの。ああ、タイミングあるんだ。なるほどね。あ、でも寒がってる寒がってる。はい、ここでしょ。はいはい、ぴったり。うらうら。いや、
ダメージ食らってる感じしないけどな、これ撃ってショットガンの弾もらったもんね、ちゃんと急に急にどうした、私は愛してないのって、それはノーでしょ。バーイ、一体何をしてるの。何、本気じゃないわよね何、早く死んでくれ。まあショットガンで早く分からせてやるか。今までの人は喜んでた、やった、今までの人は喜んでた、なんて思い違い。おれじゃあな、バーイ、おれ、え、つか、おれ、あ、死んだのこれ。え、まだ来てんの、なんなの、相当霊気浴び続けてたけどね、今ね。正解がわかんない。まあ、ショットガンの弾もらったから一応ただなんだけどさ、一生続くぞこれ。 HP が多いだけかこれ。あとワンパンで終わるわ、俺のこのセンサーが告げてる。カモン来いよ。いや、ここでうーれインファイト、インファイト、インファイト、インファイト。ああ、ここで呼んでこいつを出さないようにこうやってパンパンやっとけばもっと早く殺せたかもね、もしかしたらね。ワンチャン、ワンチャンあったかな。霊場のトルソー、4個の天使のなんかその銅像を埋めろっていうさ、こいつらか、それ、こいつらをみんな殺したら、あそこのあの C カップと B カップのね、銅像のやつね、多分あそこが開くんだろうな。でも待って、こいつ倒したけどさ俺あの白いのに追われてたんだよね、俺ね。ちなみにあいつどこ行ったの一体、わけがわからないんだ、気づいたらいなくなったな、あいつな。行きますじゃあ。わあ、なんか持ってないこれ。おお、歓喜の、歓喜の仮面なんですかこの、かわいい、こうしてみたらかわいくない。何を動かしてんだこれ、時計かなんかか。え、なんかさ、おかしくなっちゃったのかな、元は普通にいい人なのかな、これ。なんかウイルス的な誰かの支配を受けている感じ、これもしかして。なんか娘を思いやるいいお母さんって感じするけどね。真実は一体どうなのか。なるほどね、ここの仕掛け完璧に分かりました。え、マジ当たり、燃えてなかった今、燃えたよね。え待って待って、どういうこと、何すればいいんだこれ、何すればいいの、なんかある、5つの鐘を鳴らせ、あ、そうなんだ、そこに気づかないで鐘打った俺すごくない、センスよね、シンプルに。あ、ここ開きそう、ここ開きそう。5つの鐘どこにあんの、1個があれで、あ、これもじゃん、あれもこれ打ったの、これ打った判定になってんな。あとはどこにあるんだ、ないな、3個しか見つけられねえ俺の目には。ガチでない鐘、上かこの辺、え、ないよ。あー、なんか若干見えるな。あ、わかるか。あと1個、あと1個。窓割れた。外にあんのかな。いや、この部屋のって言わなかった、部屋のって言わなかった、見間違い、見間違いかな俺、見間違いか、5つの鐘を鳴らしてしか書いてないか。あ、この部屋のじゃない、この部屋でだ、日本語難しい。確かにこの部屋から鳴らせるな、それは。マジかよ、やばいやばい、そこ開くやな。何これ、抜け道、秘密の抜け道やん、ハリーポッターと秘密の抜け道。なんかちょっと違うな、ちょっと違うのよ。ハーブ、ハーブイエー、なんだっけ、ハリーポッターと秘密の穴だっけ、秘密の穴ってちょっと卑猥やな、なんか秘密の部屋だ。いやだ、合ってるやん、ハリーポッターと秘密の部屋で合ってるやん、別に間違ってないけど、ちょっとチョイスしたワードがワードだったわ、ちょっとやらしいね、この話をした後に来ると。みんな本当にこいつだけはマジで倒しちゃいけないんだよこれ、本当にこの村に代々伝わる守り神、このヤギちゃんは壊してしまったらマジでガチで天罰が下って言われてる。いや、お、本当にマジで俺は殺さないよ、怖いもんだって天罰食らうの、これマジで壊さないから俺、本当悪いけど本当に。宝の地図、あのヤギ倒したからやな、これ俺今け、あのヤギちょ、ナイフで戦って、ナイフで戦ってみたいな。なんかさ、右回りの法則とかあるよね、多分この感じ、ナイフをこうやってかわすんだよ。あー、わかるわかるわかる、そういう感じでしょ、わかるよわかるよ。
バイオハザード7タイムアタックもという世界一やからわかるよ。なにこれ、死化の探検、城にあると聞く。なんでもその刀身には古今東西のあらゆる毒が塗られているとか、すごいじゃん。妄想に取り憑かれたかつての当主が悪魔や魔物を殺すために作らせたそう。地下室とかあるんじゃない？俺がこの前言った、ちょっと怪しいねって言ったシュナイパー、シュナイパーあるやん、シュナイパー。え？じゃ作りすぎだって、回復薬いらないんだって。こんな、もう一個作ります、もう一個作ります、もう一個作ります。足りないな。バイオハザードはね、これ収納上手のやつはね、バレちゃうね、これでね、収納下手やつか上手やつかが。こう、こうよ。で、素晴らしい。キャンセルしますか？なんでやねん、なんでやねん、今、ぴったりやったろ、今。何が起こったんだ、一体。ちょ、待って、マジ理解できない、本当に。どうしてダメだったの、今のは。はい、ぴったり、ぴったり、ぴったり。確定してなかったのか、俺。マジかよ。スナイパーライフルなんて持たしちゃっていいの俺に。ガスガス当てちゃうよ。弾少な !4 発重いだけ。なるほど。なるほどね。そういう敵が出てくるんだ。あいつらと戦うのかな俺。試しに一人殺してみるか。試しにね。あ、ここまで。あ、オルトで拡大？ちょっとしか拡大しないじゃん。何この微妙な拡大。長押しとか。違う。ガチや。ガチでこの距離しか拡大しない。うれ、なんか襲ってくるかなこれ。さすがに気づいたかな。なんかさ、4発しかないから4発全部使いたくないんだよな。ちょ、もったいなくない？ちょ、行っていい？素手で行っていい？素手で。あ、もう行っちゃおう。あ、もう行っちゃおう。ナイフで行っちゃう、ナイフで。大丈夫かこれ。普通の敵もいるくね？あの商人に会いたい、みんな。あの商人に会いたい、あの商人に。あの商人に会いたいよ。あの商人に会いたいわ、俺。あ、強っ。強っ。おいおい、結晶化した翼。今だったらな、金持ってるからな。ショットガン強化しちゃうんだけどな。あの時の俺は買えなかったけど。ここのエレベーターみたいの使えないのこれ。なんかスルーしちゃったんだけど。使えるやんけ。なんやねんお前。でも行く。なんでかってそこに道があるから。一匹ぐらいこれで普通に始末するか。あそこで殺したらアイテム取れないでしょ。何してんの俺。めちゃめちゃいる、めちゃめちゃいる。ダメだ、大したやつじゃねえな。これ普通に帰るわ俺も。一応マップ見るね。あ、屋根裏っていうところがあるんだ。ここ行きたいな。で、俺の今いるところから降りたら、ロビーに帰れる。ショートカットかこれ、ただシンプルな。まあ一応降りるわ。まあ一応開通させとくけど、進むべき道は、あそこ。だと思う。間違いない。まだ帰るよ、どの道。でも、商人のとこ行けるよね、そういえばね。商人のとこ行こうかな。ここだ、やっぱ。でもこれでショートカットここ開通したね。いつでも来れるようになったね、これね。ちょっと嬉しい。サンレイジョ、ベイラ、カサンドラ、ダニーラ。やっぱそうじゃん。やっぱあいつお母さんなんだ。どこだっけ？え？え？ちょっと待って待って、そんなことある。そんなことある、そんなことある、そんなことある。あの、武器を強化したかった。あなたは自慢の娘の武器強化したかっただけ。嘘でしょ！戦闘始まったんだけど！マジかよ！武器強化しに戻っただけなのに、スマホ落としただけなのにみたいなノリで。嘘やろ？やんのか？やんのかお前。なあ、正面勝負だよ。すいません。どこに連れてけばいいんだこいつ。窓があるとこでしょ。窓があるとこで言えば食堂？やっぱここかな。食堂ここだっけ？いや、ここだよね。あ、当たりか。来れんのかい！嘘やろ！嘘やろ！それは無理！オッケー、よくかわした。よくかわしたけど、あいつ来れんのかこっちまで。なんてやつだよ本当に。どこ行けばいいのこれ本当に。Later. 銃を強化したい自分もいるんだけど、進むか。せっかくここ来ちゃったら。鳥族、鳥族、鳥貴族いっぱいいるここに。いや、さっき殺したやつらみんな蘇生しようやんけ。待って、こいつら、こいつら、こいつら強くない？こいつら強いってマジで。カスだったわ。商人のところでバッグ買える。バッグなんて売ってんの？そういうことね。めちゃめちゃ欲しい。めちゃめちゃ欲しいけど。行くわ。納金。どこまでも納金で草。うわー、だるいな、そ。
人はダメ、二人はダメ、二人はダメ、二人はマジ無理、マジ無理、二人はマジ無理、二人はマジ無理、一人速攻で殺さないとやばい。え？ダブルアタック？ダブルアタック決まっちゃった、もしかして。まだ生きてんの？死んだべ、死んだべ、それは。おい。来ました、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 来ました。ん？いる？俺。やばい、ハンドガンの弾使いすぎてる。ナイフで殺すわ、こいつは。雑魚が。お前なんて羽がなかったらこうだよ。お前なんてな、羽に甘えた人生。すいません、そんなこと言ってすいません。羽に甘えた人生なんて言ってすいません。羽に甘えた人生だ、お前なんて。1000円ももらえんの？ありがとうございます。羽に甘えた人生最高。弱いくせにめっちゃ金持ってんのあいつ、ありがてえ。スナイパーライフルの弾、なにこれ、やば。これあれじゃん、片道切符じゃないこれ。逆には帰ってこれないでしょ、この感じ。何かあるぞあそこに。やばいやばいやばいよ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。